はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。4時ですね。今日の上海はマイナス21、まあね、ちょい下げですね。3026でございまして、今週はこの3000を守れるかというところでしょうか。香港ハンセンはマイナス47ですね。香港より上海の方が下げている感じですね。ドル円は 151.334 というところでございまして、さて、本題はですね、ちょっと待って、ウォン見ましょうか。ウォンちょっと今日押されてるんですよね。1342ですね、押されてますね、ちょっとね。はい、本題はですね、フィリピンでございまして、これは産経新聞昨日の18時26分に出ました記事。中国フィリピン船へ放水合法、南シナ海非船、フィリピンの船という意味ですね、が挑発と妨害正当化と。まあ、こういう場合大体悪いことしてるのは中国側なんですけどね。でも中国もなんかこう強姦そんなですね、偉そうなですね、こう訳もわからんと主張しますからね。中国海警局の艦船が23日に南シナ海のアユンギン省、英語名セカンドトーマス省付近周辺でフィリピンの補給船に放水し負傷者が出たことについて、中国国防省は24日、事件はフィリピンの挑発行為が引き起こした、中国の招致は合理的で合法だとして、補給船の航行を妨害したことを正当化する報道官談話を発表した。この辺りですね、南シナ海の紛争でですね、何年前でしょうね、7、8年前でしょうかね、フィリピンが前のですね、秋の大統領の時にですね、国際司法裁判所、オランダのハーグにございます、そこに訴えてですね、フィリピンの完全勝利の判決が出てるんですね。でそれをですね、中国はどうしたかというと、あんなもんは紙切れやと言ったわけですね。国際的に認められたですね、判決を紙切れと言ってる国がですね、今回の放水はですね、合法と言ってます。どこの法律に合ってんのそれという話ですね。まあ言ってることはむちゃくちゃ、相変わらずむちゃくちゃですね。両国はアユンギン礁を含む南沙括弧英語名スプラトリー諸島の領有権を争っている。談話もフィリピン軍がアユンギン礁に老朽艦をわざと座礁させ拠点にしていることを中国は決して軽視しないと強調した。中国はフィリピンの補給船が老朽艦に建築資材を運ぼうとして反発しており、談話はフィリピンに情勢をエスカレートさせる言論や挑発行為をやめるよう要求、中国に再び挑戦すれば主権を守るため断固とした措置を取ると警告した各国共同ということで、断固とした措置というのは要は軍事行動に他なりませんね、撃つぞということです。まあ日々緊張は高まってるんですけどもですね、このエリアでですね、こう軍事力がどういうバランスになってるかというと、圧倒的に中国有利なんですね。フィリピンは軍隊があって亡き者のような状態でしてですね、どうでしょう、2飛行隊やないって言われてますね。1飛行隊、空軍ですね、空軍の話、1飛行隊は20機なんですね。ワンセットしかないんちゃうかな。一応表面上は2セットあるようですけども、飛行機ってちゃんと整備してるのは飛びませんからね。でやっぱりちゃんとパイロットがいなきゃいけないわけであって、2飛行隊はないと思うんですね。だから実質20機程度とですね、海軍の艦船がまともなのは1隻か2隻しかないんですよ、フィリピンは。で使える陸軍はですね、確か空挺隊が1個大隊ぐらいあるんですね。あとはまあまあ数だけは1万人か2万人かいると思うんですけど、つまりですね、なんていうかほぼですね、中国からすると片手でひねり潰せるぐらいのですね、軍事力しかないわけなんですね。だから中国はどこまで行っても強気なわけです。でフィリピンの頼りはですね、米非総合防衛条約というのをですね、もうどうでしょう、70年ぐらい前に結んでるわけです。フィリピンが独立した当時に結んだ条約が未だ有効なはずです。
それはですね、お互いにこう防衛しましょうねというですね、日本の安全保障条約、日米安全保障条約はアメリカが日本を守りますというふうに書いてあるんですね。で、日本はアメリカを守りますとは書いてないわけですよ。これを偏務条約と言います。片方だけに義務を課す条約なわけですね。で、米非は確か総合防衛条約なんですね。一応こう国同士対等にと。なんですけど、これが実は有名無実化しています。なんでしょう、30年ぐらい前ですかね、なんていうか、スピッツとですね、なんとかという2つの記事があったんですけど、それを空軍と海軍の基地なんですけどです、ね、それをアメリカはフィリピンに返しました。これ、金で揉めました。フィリピンはもっと金払いって言ったんですね。で、クラークとスピッツですね、クラークは空軍基地、スピッツは海軍基地だと私は認識をしてますけども。返せ、金払えって言ったんですけどね。日本とフィリピンの違うところは、日本は金を出して米軍にいてもらってるわけです。フィリピンは基地使用料をもらってた立場なんですね。それはまあ経済力の差でしょうけども。で、フィリピンがもっとよこせって言うたんですね。なんていらんわって言ってアメリカは引き上げてしまったんです。引き上げてしまって1年後ぐらいにですね、フィリピンが管理していたですね、南沙諸島の一つの島を中国が力ずくで奪いました。で、さらにもう一つ奪おうとしてですね、今騒動しているというのが現状でして、ここでですね、フィリピン軍とですね、中国軍がですね、まあ火を吹くとですね、いわゆるお互い撃ち合って死傷者が出るようなことになるとですね、どうなるのかというところですね。フィリピンはアメリカが助けに来てくれることを期待をしていると思いますけども、アメリカはですね、余計なところで中国軍とですね、戦争したくないわけですね。そのバランスがどうなのかというところですね。はっきり申し上げるとですね、アメリカが来ないとなるとですね、中国軍はですね、武力を行使します。当然します。今どうかわからんからですね、水をまいてるだけですね、水打ってるだけなんですよ。これはもう来ないと分かったら来ますよ、中国は。もう遠慮なしに来ますよ。そのうちフィリピン全部が俺らのもんやとか言い出すかも分かりません。アメリカが来ないとね。まあそこは分かりませんけども、アメリカが来るか来ないかは分かりません。でですね、仮に今ですね、こうやばいということになればですね、バイデンでしょ。バイデンがどうするかなんですけど、バイデン自身の頭の中空っぽなんですね。で、一つ言えることはですね、もうすぐ大統領選でしょ、11月に。大統領選挙の有利に働くんであればですね、バイデンはですね、アメリカ海軍にですね、フィリピンに協力するように命令するでしょうね。で、南シナ海のその島限定であればですね、中国軍とですね、中国に対して武力を行使することを認めるかもわかりません。で、アメリカという国はね、分裂していてもね、対外的に戦争やったら、スッと一つにまとまるんですよ。それは過去のアメリカから見てもそうなんですね。で、もちろん痛い経験をしてます。ベトナムやアフガニスタンで。でもですね、何かあるとまだまとまるという習性は多分残ってると思うんですよ。そうするとですね、南シナ海でフィリピンがですね、こう、いや、中国にいじめられてて、えらい目に遭ってると、死傷者が出たと。そしたら行ったらなあかんってなってですね、そこはカウボーイの精神ですね。カウボーイの保安官の精神でですね、シェリフの精神で、まあ助けに行ってですね、中国軍をフィリピン軍を助けて中国軍をですね、コテンパンにやっつけて見せるとですね、バイデンすごーいってなるでしょ。バイデンにとってそういう状況が見えたらですね、確実にそうなると見えたら多分やります。そうでなければ知らん顔します。女中国と全面戦争できへんやんということですね。まあだからですね、フィリピンもね、そのあたり見込んでですね、この海限定でですね、今中国と武力紛争状態に入ってるとかって宣言してですね、そこから外交でアメリカを引っ張り込めばですね、勝てるんですよ。そこまで根性あるでしょうかね、フィリピンの今のですね、マルコス大統領に。まあね。で、日本にとってはね、南シナ海はかろうじて遠いところの戦争になるんでですね、中立ですね。日本はもちろん中立なんですけども、日本の経済にとってどっちにどう転ぶかといえば、まあ、いいか悪いか分かりませんね。米中の緊張の度合いによりますね、もしそうなったらですね。
でも、確実にアメリカ海軍は中国海軍に勝ちますから、そこでこう実力を見せれればですね、日本にとってはいいかもしれませんね。だから株価は上がるかもしれません。はい、まあ、これは仮の仮なんでよう分かりませんけど、今読みましたですね、この時事ちゃうわ産経新聞のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。